おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は千里さん、何か面白いことなかったですか？毎日退屈です。お前来た。今日のデイリーマインドセットは、大学に行くな、起業しろ。これはもうかなり最高だと思うんですけど、ちょっと詳しく説明してください。あの Facebook に初めてその投資した、初めての投資家っていうので、ピーターなんとかさんっていうんですよ。ピーターティールさんだったかな、はい、ゲイの人がいて、その人が今アメリカですごい叩かれてるんですけど、彼は2000億か3000億か分かんない、数千億の資産家なんですよ、うん、で、あの彼が今キャンペーンというかプロジェクトをやってて、アメリカ で、はい、で、あの大学を辞めて起業するなら1000万円俺が渡すって言ってるんですよ。だから大学生を説得、辞めて起業するようにこう説得するプロジェクトを行っていて、面白いですね。そうで、それで結構いろんな人が応募して、学校辞めるの でこういうアイデアがあります、こういうテクノロジーでこういうアイデアありますって、イノベーション考えてますって言って、それで OK だったら1000万投資するっていう、うん、そういうことやってるんですよ彼らが。でそれで結構ニュースとかで叩かれてるんですね、ピーターさんが。教育がどうのこうのって言ってるんですよね、うんうんうん、でもピーターさんは、いや、あの時間の無駄だって言って、もう起業した方が社会にとっていいって、そういう起業家が生まれた方が社会にとってプラスになるからって言って、うんうんうん、そうだからそうやってやってるそうなんですけど、で僕も実は同じ考えで、あの、まあ、僕自身が学校に行って全く行ってないっていうのも影響してるかもしれないですけど、うん、まず起業だと思うんですよね、まずは、うん、そうですね。で大学は後だと思うんですよ、うんうん、その通りですね。そう、まず起業して、若い時にできるだけ若い時に起業して、社会にその大きなイノベーションとか革命を持たして、うん、それでなんかある程度時期になったら、その落ち着いて、なんかもうちょっとこの大学でちょっとなんか勉強するとか、やっぱ時期がちょっとみんな早すぎるんじゃないかなと思うし、ああいうことする、だからやっぱり起業が先だと思うんですよね僕は、うん、そうですね。大学は後からでも行けますよね、その気になれば。やっぱりそっちの方がいい、効率的だと思うんですね。なんかあんな若い時に行ってもやる気もないですし、ね、どっちみち。確かに、なんかどうせパーティーとかするだけなんで、本当にほとんど遊んでますよね。そうだから、その時期にその活力というか若さをその、うんうん、起業とかビジネスに使えば本当に成功できると思ってるんですよね、うん、しかもなんか聞いたことないような大学にみんな行ったりして、そんなとこに行って恥ずかしくないのかなとか思ってるんですよね。どうなんですか高崎さん。いやでも仙人さんのおっしゃった通り、でも18歳の段階で自分の進路なんて決めきれなくて、やっぱりその頃は。でもおはようございます。ということで、サンプル音声を今日も聞いていただいたわけですけども、いかがでしたでしょうか。僕自身は大賛成な意見なんですけども、まあ、一般的には認められないような考え方みたいですね、うんうんうん、大学行くな起業しろということで、うん、まあ、僕自身も大学に行くよりも、うん、ビジネスでね、さっさと起業して、そしてまあその方が社会にね、社会のためになると僕もそんな風に思っています。で、まあ、Facebook にね、初めに投資したピーターなんたらさん、ちょっと名前聞き逃したんですけど、ピーターさんがやったキャンペーンっていうのがありまして、それがまあ叩かれてるっていう話だったんですけど、まあ、ピーターさんが大学行くことをやめてこう起業する人がいたら1000万円プレゼントするよっていう、そういう風なね、キャンペーンをやって叩かれてるっていうことで、うん、この Facebook に一番初めに投資したピーターさん自身も、大学行くよりも起業した方が社会のためになるっていうね、そういうふうな考え方を持っているそうです。で、まあ、仙人さんも同じように考えてるっていうことで、うん、先に起業した方がいいって考えてるみたいです。確かに、まあ、どうせね、大学に行ってもほとんどの人が遊ぶだけなので、まあ、遊ぶだけだったらその期間ビジネスをやって社会のためにね、いろいろやってみて、うん、痛い目見るなりこけるなりした方が社会のためになるのかなと思います。で、まあ、その頃にね、多少失敗してもなんとかなるというか、借金さえしなければそんな大した傷にはならないと思うんですよね。なんで、うん、大学行くくらいだったらもうインターネットを使って自分でビジネスをやってみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、家を買うな借りろとか、保険に入るな貯金しろとか、大学に行くな起業しろとか、まあ、今回、うん、この3回分はとにかく常識でなんとなくやるっていうことはやめて、うん、意識的に生きようねっていうメッセージなんだと僕は思うんですよね。
惰性に流されてこう無意識で、やる、無意識で選ぶっていうことが本当に多いと思うんですけども、まあ無意識にした選択っていうのはほとんど無駄になるから意識的に来た方がいいよっていうことだと思うんですよね。まあ、本当に自分が学びたいことっていうのが発生してから大学に行っても遅くないっていうことなんです。まあ、本当にその通りだなと思います。僕自身は大学で仏教を学びました。社会に出てからは学べないだろうと思って、仏教を学びました。まあ、社会に出てからも結局学べたんですけど、でも経済学部とか経営学部と違って結構意識的に、大学のその学びたいことっていうのは選んだ方だと思うんですよね。まあ、それでも大学時代っていうのは怠けたなってそんな風に感じてます。でやっぱり大学に行く時間4年間あるんだったら先に起業して、ある程度やってそれから本当にあこれ学ばないととかこれ学んだ方がいいなって思ったことがあるなら、大学に行くっていう方が効率的だと思うんですよね。僕自身も、まあ、大学時代に学んだ仏教について覚えてることも、まあ、たくさんありますけども、まあ、うろ覚えですし、ビジネスの役に立ってるかっていうと役に立っていないので、そういう意味では、その1000万なりの投資、数百万の投資っていうのは、まあ、投資としては失敗なのかなとは思っています。まあ、小学校中学校高校大学とかなり無意識に過ごしてきたなとそんな風に思って、まあ、今かなり後悔してます。まあ、けれども過去を取り戻すことはできないし、過去にね無意識だからってこれからも無意識に行く必要はないというか、まあ、仙人さんの好きなこと、仙人さんの言葉で僕が好きな言葉の中に過去は未来ではないっていう言葉があります。まあ、つまり僕はねこれまで、無気力で無意識だった、無意識な生き方をしてきたと思うんですけど、これからは意識的に気力を持って生きていきたいなってそんな風に思います。まあ、具体的にどんなところから意識を持って生きていこうかなって思ってるかっていうと、まずはお金の守りの部分です。そう、まああとね健康とか、まあ、時間の使い方とかそういったところにも意識的になっていきたいんですけども、まずはお金の守りからかなと思っています。っていうのもやっぱりこの部分がおろそかになると大きな富を構築するのは難しいと思うからです。逆にこの部分が強くなれば、今からの少ない時間でも富を構築することができるんじゃないかなとそんな希望を持っています。なのであなたがもしもう30歳を超えているならば、まずはこのお金の守りっていうのを意識して、意識し始めてほしいなって思うんですよね。特にもう30を超えてるんだったらこの守りの部分をしっかりしてないと間に合わなくなるというか大変なことになると思うんですよね。なんで、この守りの部分を固めながら稼ぐ方法、マーケティングとかセールスですよね、そういった部分を学んでいってほしいなってそんな風に僕自身は思っています。そうすることで着実に大きな富を引き寄せることができると思うからです。で、お金の守りを学ぶのに僕自身がおすすめするのが X ファミリーオフィスなんですね。今日聞いてもらったサンプルのデイリーマインドセットっていうのはそのデイリー X ファミリーオフィスの特典なわけです。このデイリーマインドセットフルバージョン、まあ、1本約10分に加えて一般では知られていないお金の罠を回避する X ファミリーミーティング、これが1本約60分の音声、これらがセットになっているのが X ファミリーオフィスです。まあ、それ以外にねまだまだ特典っていうのはついているので、今すぐね下のリンクをクリックして詳細をチェックしてほしいですし、まずは1ヶ月間は完全に無料でお試しができるので、本当興味ある人は一度試してみてほしいなって思います。なんで、まあ、お試しする人は今すぐ下のねこのリンクをクリックして詳細をしっかりと確認してほしいと思うんですけども、このリンクをクリックしたらその全貌を確認できます。この下のリンクね、下の方にはさらにねそのリンクをクリックした先のレポートの下の方にさらにサンプル音声もついてますし、僕自身この正しいお金の考え方っていうのを全力でお勧めしたいと思います。もしかしたら公開が中止される可能性も否定はできないので、本当に今すぐね詳細をチェックしていけるなと思ったらもう1ヶ月無料すぐに試してほしいと思うんですよね。まあ、サンプル音声を聞いてもらったら分かると思うんですけども、本当そこら辺の情報企業家とは全く違うというか、確実にもうその本物だっていうのを感じてもらえると思うんですよね。この仙人さんという謎の人物は、まあ元々はミスター X っていう名前だったんだけど、名前とか年齢とか住んでいるところもう全部不明なのに、10年以上も業界で
活躍していて、しかも10年来のファンがいるっていうかなり異色の人物です。私も彼の詳細は一切知りませんが、なぜかすでに6年近く音声を聞き勉強しています。僕がおすすめする唯一の情報起業家です。今すぐその詳細をね、今すぐ下のリンクをクリックしてチェックしてください。まあ、仙人さんをね、情報起業家っていうのはなんかこう、違うのかなと思う気もするんですけども、まあとにかく素晴らしい人なのでチェックしてみてください。それでは今日も一日頑張っていきましょう。チャオ。